西川吉之助は、日本の教育者。滋賀県出身。大正から、昭和初期に、日本の老学校、老教育に、講和教育の普及を推進した教育者。大阪市立老学校校長の高橋清とは、手話の高橋、講和の西川と対比された。元からの教育者ではなく、 耳が聞こえない娘の浜子のために始めた、講和法が当時の社会で評判を博したため、教育者の道に進んだ人物である。財産家であり、自身も外国語に堪能であった。娘の浜子の耳が聞こえないことが判明した時、聴覚障害者に理解のない当時の日本で、どうしたら日本語を用いて社会自立できるように育てられるかを考えた末、当時、 アメリカで開発された、オーラルエデュケーションメソッドを日本に広めようと考え、講和法として、その展開に生涯をかけた。西川吉之助自身の言葉は次の通りである。手真似により筆談によらなければ、他と交渉のできない浜子を、他人の前に同伴する場合直ちに人は浜子をしと、癒しむでせう。列車弱者欠陥者に、同情の念の薄いのが、日本人です。 できるならば私は、我が愛する浜子にこの片付け名を受けさせたく、ありませんのみならず進んで誰とでも断笑し、普通学校にも学び得られ知力が許すならば、高等学校にも学び得られ知力が許すならば、高等の学問も収めさせて世人から欠陥を持つ、少女として、取り扱い割れないようにしてやりたいのが私の希望です。さようとするのは、 発音法によって教育するのが一方ある図りだと存じました。日本老講和普及会が財団法人老教育振興会となり、西川吉之助はその理事に就任。ありがとうございます。